はい、皆さんこんにちは。今日はね、こんな新しい道具がね届きました。はい、ドーバー様から、レーザー墨出し機、こちらの方ねご提供いただきました。ありがとうございます。ドーバー様はですね、レーザー墨出し機でね、いろんな商品ラインナップしてて、Amazon とかでね、結構売れてるメーカーさんなんですけれども、今回ね、ご提供いただきましたのは、こちら、H3 の 360G ということで、これドーバー様の製品ラインナップの中で一番最高峰の製品になります。はい、ちゃんとねハードケースに入ってね、ちゃんとドーバーって書いてますね。いやー、かっこいい。今までのレーザー墨出し機ね、私も何個かレビューしてきましたけれども、いやそれよりもね、なんかもうすごい高級感が漂ってます。今回の H3 シリーズ、これはね、正直言って、まあ、プロ用になります。はい、で何がプロ用かと言いますと、これね屋外用なんですよ。屋外でできるっていうタイプになりますね。で屋外の明るいところでも、十分見れるよっていうタイプのものになります。はい、こんな感じね。ちょっとスペック見てもね、私あまりちょっと詳しくないのでね、プロじゃないのでわからないんですけども、光の強さがねとてつもなく強いそうです。ということで、ちょっとね開封の方して中身の方確認していきます。はい、じゃあ本体の方はねこちらです。おー、すごい、なんかしっかりしてる。 H3 の 360G ということで、こちら、フルラインレーザー、360°×3 のフルラインレーザーという風になります。はい、あとはねこれね初めて見ました。レーザー用のなんだろう、サングラス、まあ、ほぼメガネですよね。うん、多分目をね痛めないためのだと思います。かなりね強いと思います、光の方は。はい、こちらの保護メガネと、あとこちらね、レーザー受光器というかね、まあ、簡易的な受光器ですね。はい、でこれがバッテリーの充電器で、これがバッテリーというふうになってます。でバッテリーはね実はねもう一個入っております。ちょっとね作動確認しましたので、この中にねあれだ、ここか、入ってます。はい、ということで、バッテリーはね2つ付属してきます。ちゃんとね新品はこうなんかビニールにね包まれてきてます。間違ってね私知らないでねこのまま入れちゃってね、電気つかないつかないって騒いでたんですが、こういう風に梱包されてます。はい、これね今満タン入ってますんで一応入れておきます。はい、で専用のね、充電器と、充電のタイプ C のケーブルになりますね。こっちもねタイプ C になりますね。はい、でこれはUSB のアダプターです。まあ、コンセントから挿すタイプのね、アダプターになっております。まあ、見なくても分かりますかね。はい。で、こちらがね、ホルダーになってますね。で、これはエレベーター式なので、こういうふうに調整ができます。高さの調整ね。これとてつもなく便利ですね。で、いろいろね、こうなんか挟んだりして、できるようになってますね。ここに。挟んでね、こういう風に板とかそういうものにね挟んでね、固定ができるようになってます。はい、でここにねちゃんと墨出し機用の、ネジの方で大きいのとねちっちゃいの2つ空いてますんで、8分の5と渋1かな4分の1かな、うん、で空いてます。はい、まあ、こんな感じですね。はい、で、マニュアルがね、ついてます。で、これはね、いろんな国の言語が入っておりますんで、日本語はね、一番最後だったかな。うん、ここに入ってます。はい。セルフレベリング範囲は、4度になってますんで、4度まではね、自動的に、水平調整ができるというふうになってますね。はい。いやー、まあなんかいろいろ書いてますけどね。うん、まあ大体使い方はみんな一緒ですんで、まあ最初に使うときにね、まあ、読んでいただければと思います。はい、なんかねあとこのなんか水平のねレベリング精度のチェックとかね、まあ、なんかいろんなテストの仕方が書いてますね。はい、うん、
まあ、皆さん気になるのはね、まあ、どのぐらいの明るさがあるのかっていうところだと思いますんで、早速ね、ちょっと点灯の方をさせていきたいと思います。今ちょっとねプレハブの中ね若干明るいんですね。外からの光入ってきてね。はい、今ちょっとね、ブラインドの方閉めましたんで、それでね試しにやっていきます。でこちらの振り子のね、ロックを解除すると、自動レベル調整というふうになりますんで、セリフレベリングですね。はい、こんな感じで出ます。あ、これやっぱり明るいな。目視だとね結構明るいです。でいろんなね線を出したりできます。これでフルラインですね。水平、あと垂直とね、あとこうね横のラインね、全部出せますんで、360度で、はい、天井まで全部、光っております。こんな感じになってます。はい、あとねこれ一回押すと多分ねあれです、パルスモードに入ると思いますんで、受光器がね、使えると思います。はい、じゃあ試しにね、パルスモードで、このシグマのねレーザー受光器、これ試しに使ってみます。うん、ちゃんと鳴りますね、すごい。はい、あとね、振り子の方ロックして、はい、ロックできます。で、ロックして、電源を入れますと、はい、これ振り子ロックになりますんで、こう角度がね、調整できるんです。これ何度でもできます。なので、傾斜のついたところでね、こういう風にロックしたい場合は、三脚とかにね、こうセットして、このまま、ロックすることができます。まあ、最近のね、レーザー墨座式はだいたいこういう機能がねついてきてると思います。多分一昔前のだとね多分水平しか出せないと思うんですよね。うん、こんな感じでねちょっと斜めの傾斜ついたところとか、それでねまっすぐ施工したいという場合にこういったものが使えます。はい、で問題はね明るさですよね。ちょっとね他のものと比較してみたいと思います。はい、じゃあ私が今持ってるのはね、このシグマン CM701、あとこれラスグー様のね LG の 3D ってやつですね。はい、これはねまあ屋内用ですね。まあ屋外でもできますけどね、さっきみたいなレーザー受光器使えばできますけども、まあ基本的には屋内用と思った方がいいかもしれないです。でこちらだけ、今回のドーバー様の H3 シリーズ、これだけがね、屋外用となってますんで、ちょっと明るさの方ね見ていきます。じゃあまずシグマンからですね。はい、これはね細くてきっちり見やすい色ですね。はい、これはもう使い慣れてます。じゃあ次にねこれラスグー様の LG の 3D、 これやってみます。はい、こんな感じ。はい、その次に、ドーバー様 H3360G、 これいきます。はい、縦も入れちゃおうか。はい、これわかりますか？ちょっとカメラだとわかんないかな。一番右、これがねドーバーになります。これがシグマンで、真ん中これがねラスグになるんですが、ちょっとね色が分かりにくいからちょっと縦だけにしようかな。はい、これ縦だけです。まあ結構ねメーカーによって若干色が違いますけれども、これねカメラでも分かりますかね。間違いなくドーバーこれが一番明るいです。で、このラスグーと、このシグマン、これはね、同じような感じ。若干色味が違いますけれども、明るさ的にはほぼ同じでしょうかね。はい。こんな感じ。これがシグマン。これがラスグー。で、これ今回の、ドーバーになります。ドーバーはね、こう見た感じもね、一番明るい。うん。まあ室内でやっててもね、わからないので、ちょっと外に持ってってね、明るいところでね、ちょっとね、試してみたいと思います。これすげえな。はい、それじゃあね、今外に来ました。ちょっとね、ここで試してみたいと思います。で、さっきの並び順でね、並べましたんで、これね、ちょっとオンにしていきます。こっちか。はい、こっからじゃね、さすがにカメラじゃ見えないですね。ちょっと近づいてみます。
この木にね今映ってます。これがね一番左シグマで LG の 3D、ラスグーさんね。でこれがね、はい、今回のドーバー様。どうですか？これはっきり見えます。あのちょっとカメラね見にくいんですが、これ目視だとはっきり見えます。これがドーバーで、これがねラスグで、これがシグマってなってます。で裏のねあのこのタタンの方にもね映ってます。はい、これがねシグマ、はい、これがラスグ、はい、これがねドーバー。これはっきり見えます。であの一応3つともねちゃんとね、まあ、こういったもので施工はできます。あの十分施工できるぐらいの光は出てますが、視認性はやっぱりこれが一番強いですね、ドーバー。はい、じゃあ今ね試しにですね本当の屋外のね日の当たるところでやってます。で並び順は同じ、シグマン、ラスグ、ドーバーなってます。これでね、あそこのね L 字溶壁がありますんで、それでねどうやって見えるかねちょっと見てみたいと思います。ね見えねえな。私がね今見えるのはこれだけ。あのねちょっとここに見えるよね。このラインはね目視できますが、ちょっと待ってね、ちょっと板でねやってみます。板じゃ分かりにくいか。あー、はいはい、見えましたね。はいはい、今ね、見えました。これがねシグマで、これがねラスグで、これがねドーバー。もうこれ見ただけでね違いますね。今このカメラで映っても一番多分ドーバーが見やすいですね。で本当にね日が当たるところで言うとねここなんだけども、ね見えないですね。はい、これがねシグマン、これがねラスグ、これね、はい、これがドーバー。あーでもドーバーは見えるかな。今回の H3 のドーバーはねこれです。はい、わかりますかねこれ。うん、ちょっとね他の2つはね見にくいね。この影になったとこは見えます。3つともねこんな感じで。うん、でもねドーバーはねなんとなくこう見えます。やっぱり屋外でもね、これでねあの、まあ、手とかねやればもちろん分かりますけども、これだとねやっぱり一番ドーバーが見やすいかな。はい、まあこんな感じですね。まあ一応屋外用と歌ってるだけあって屋外でも見れます。こんな感じね。はい、うん、光はねやっぱ強いですね。はい、いかがだったでしょうか。今日はねちょっとね工作物がなかったので、あの本当比較だけの動画になってしまったんですが、これね今あのブラインドを開けてね室内でやってますけれども、はい、わかりますかね。間違いなくね一番やっぱドーバーがね明るいです。まあちょっと室内だとね線も若干太くはなってしまいますけれども、はい、間違いなくね明るいです。で、このタイプ 360°×3 のフルラインレーザー、弱点がありまして、まあ皆さんもね、使われている方はわかると思うんですが、はい、ここ。わかります？こことね、ここ。隙間が空くんですよ。必ず空きます。で、こういう構造になっているので、ここの支柱の部分、ありますね、4箇所。ここはね、必ず影になるんですよ。全部同じ作りです、これもね。シグマもね。はい、ここのね支えになってるね柱の部分が、必ずねこういう風に出ます。で、一番左がねシグマで、ここの真ん中が、これですね、これがラスグですね。でびっくりしたのはねこれドーバー様ほとんどね欠けがないんですよ。まあ、もちろん若干ありますけどね、他のに比べると一般的なフルラインレーザーに比べるとほとんどね欠けがない。これがね最初にびっくりしたんですよ。やっぱね作りがねちょっとこだわってますね。ここがね細くなるようにね作られてます。十分ね剛性は持たせてるんですが、ちょっとねちょうどここの照射するラインがね
細くなるようにね作られてます。他のメーカーとはねやっぱりちょっと違いますね。はい、まあこういったところもねちょっと気遣いがねあるのかなと思います。一応今回はドーバー様 H3 シリーズ、これはねプロ用となっておりますので、もちろん他のね製品もちろんこちらも屋内用っていうわけではないんですが、十分DIY で使うには十分なんですけれども、まあちょっとね金額相応っていうのもあってね、これがやっぱね一番高いです。まあプロ用になりますんでね。で屋外用と歌ってますんで、やっぱレーザー光がね強い。なので先ほどのね、こういった保護メガネ、これね多分やった方がいいと思います。はい、でねやるとね、これわかりますかね、目を保護するためなのかなと思ったんですけれども、これ見やすいんですよ、めちゃくちゃ。緑のラインが、この緑色のねゴーグルをかけると、これ外でやったら多分本当に見えますね。うん、今私ねこれゴーグルしてますけども、とても見やすい。まあもちろんね直視はしない方がいいと思います。このレーザー光はねとても強いですんで、まああとねちょっと商品説明の方はねプロじゃないのでね、詳しいその数値とかはね概要欄の方に商品リンク貼っておきますので、そちらの方見ていただければと思いますけれども、やっぱプロ用歌ってるだけあってね本当に強いです。はい、で今回はねこのドーバー様の H3 シリーズということで、 H3 の 360G ということでね、最高峰のねレーザー積み出し機、こちらの方をねご紹介させていただきました。私もね外で作業あと工作 DIY ねすることもありますんで、その時はねおそらくこっちの出番になってくるかなと思います。でこういったものはね小型で使いやすいので、こういったものはね室内とかね、あと外でもねまあ言ってしまえば受光器、これがあればね、十分です。はい、これがあればね物3つ全部使えます。なのでこれね外で目視できないからといって、まあこれもね正直本当にすっかり見えるかっていうと、やっぱ本当明るいとね、さっきみたいなところはね、ちょっと探す手間とかがありますんで、やっぱねこういった受光器、これがあるとね大変楽になるかなと思います。はい、今日はちょっとね工作できなくて比較動画になりましたけれども、ドーバー様のねこの H3 の 360G の、こちらのね、製品のご紹介でした。あとドーバー様他にもね4×360 とかねいろんなものを出しております。あとちょっとお安いタイプもね出してますので、まあよろしければね、Amazon の方にねラインナップの方が出ておりますので、まあ見ていただければと思います。はい、じゃあ今日はねドーバー様のレーザー積み出し機 H3 の 360G のご紹介でした。ありがとうございました。